歴代ロゴを見て馬娘新作ゲームのある違和感に気づいてしまった人たちに対するみんなの反応。上段左から基本2機3機。下段左から RTTT 舞台スイッチ。こうやって見るとすげえわかりやすいな。そんな変わってたのか、スペと帝王しか知らんかった。障害レースだからお重の可能性はあるな。本編だと出せないから逆にこういうのならありだ。ソーダ棒ついてるの確認できればお重なんだが。障害レースは無理だろうなって思ってたけどこういう形で出すのか。タイトルロゴの星が全部で18個あるとか見たな。お重長さん、障害32018章。こじつけ感はあるが可能性はゼロではない。本気なら G1 の数にすると思う。馬娘はどの媒体で新しく増やしてもいいのだ。お重長さんって実装可能な大馬さんなの？もう明確に実装不可能って言える馬はいないと思う。お重にしては頭が高すぎるとの指摘も。まあ障害層のボスなら確かにお重だろうなって。ラスボスのお重と4対1のバトルロイヤルを。障害馬でお重以外の候補っているのか？アップデート？いや、俺は西野デイジーの可能性に欠けるね。名称獺祭もいける。わざわざ大障害とつけたり偶然ロゴの星の数が何かと一致していたり。歴代馬娘ロゴのその部分は毎回必ず主人公格のキャラがいる場所だからな。万栄馬娘もいずれ現実に。このゲームが売れたら続編で。クニオくんみたいにチーム戦のゲームならオクラホマ枠で障害馬娘5人実装まであり得る。少なくともロゴになるキャラにオリキャラは使わんだろう。やったねシップ、ステイゴールド家が増えるね。まず親父が来い。情報が確定していない今だからこそ好き勝手予想できるこのワクワク感がたまらない。星が18個、これは犯人が仕掛けた巧妙なトリックだったんだ。2機と RTTT のタイトルロゴの星の数は帝王とトプロの通算勝利数と同じ数っぽいのよね。これが偶然じゃないならお重以外なさそう。いや、まだ豪快やグランドマーチスかもしれない。この孤独なシルエットは、シャドウシルエット。馬主が実装許可してくれてたら好感度ジェットコースターだわ。何が何でもお重の血と名声を歴史に残したいって人だから割と OK してくれそうな気はする。好きの反対は無関心、忘れられるのが一番耐えるからな。お重の名を広めれるならってことで実装は快諾、でも強くしないとダメってタイプかなと。絶対王者の引退式なのに、一番の自慢は武豊との有馬って感じだったねー。まあこの先守護場になるとして考えた場合、障害絶対王者より有馬記念で惨敗しませんでしたの方がまだアピールポイントとして有利なのはあると思う。本心では石上騎手、和田先生、長沼厩務員はじめ厩舎の方々、牧場の方々に心から感謝してるよ。悪が強いというか良くも悪くも昭和のワンマン社長といった風だったねー。まあお重の名前を広めたい残したいというのは本当みたいだしオファーがあれば断らないんじゃないか、という気はする。9歳阪神 SJ で62キロ背負って新軍マイケルとトラストに9馬身つけて勝ったお重長さんはバケモンかって思ったわ。現状新規っぽい馬娘が見人いるとのこと。牝馬ならメジロマスキットとか。牝馬の障害馬なら初手で出るのは光栄トライ以外いない。障害馬代表として来るならグランドマーチスかお重長さんだよなぁとは思う。ただグランドマーチスは丸尾根より前の馬だしやっぱりお重かなぁ。お重登場させる絶好の機会だしそうだったら嬉しいね。ゲームが4人対戦だから、障害馬娘も4体出てくるんじゃないかと予想。ガチで実装なさそうなのは金コーナーの馬じゃなくてバローズのとこになりそう。バローズはダビスタにはいるから光栄がやらかした可能性の方が高い定期。来週のパカライブで発表されるかもしれぬな。お重実装されたら馬主みたいにキャラ濃いめくせ強め自己主張マシマシで登場すんのかな。ブーツの紐が後ろ、スカートの裾も縛ってあって障害飛びやすそうなデザインではなんて話も見たな。メインビジュアルに出てないイコールプレイヤーキャラで出ないではないと思うよね。これクリアするごとに星が増えて一定数貯まると隠しコースに行けるやつじゃないのか昭和の。
本当に難しいのは実績や知名度あっても消息筋もわかってない系じゃないかな。メインストーリーの一部のためだけに猛獣用意するぐらいだし、このゲームのためだけにお獣持ってきても不思議ではない。猛獣のモデリング用意することに比べや、このドット絵のミニキャラでお獣作ると楽勝だわな。でもゲーム中に出るカットインはアプリのモデルだから結局作らなくちゃならんのでは？お獣長さんだとして、アプリへ逆輸入はあり得る？友人サポカならあり得るんじゃないだろうか。実装するとなると障害レースのコースとモーションで作成班と容量が死にそう。シングレキャラしかりサポカでなら登場の望みあるからそこにかけたい。お獣が出てくるとしてどんなシチュエーションだろうね、ラスボスか？お獣ならもう一度平地挑戦から有馬記念の集大成をってアレンジする形ができそう。サンデーレーシング系は実装不可能なんじゃ？発表してないだけで許可取れてる実装予定がある可能性はあるぞ。2周年のイベストで推定ラッキーライラックちゃん幼女がいたんで期待値は高い。そこら辺と話がまとまったから3期の放送が決まったことを発表したんじゃない？まあゲーム自体来年だし、仮にお獣で発表あるとしても周年だろうな。他にもブーツの結び目が超結びでお獣長さんってのもあったな。実はこの絵は走ってるんじゃなくて飛び越えした後の着地の瞬間説。まだ新キャラ出るとは一言も明言されてないのに匂わせがお上手なこと。そうか、こういう形ならば英雄馬娘登場とかもできるのか。次のゲームの主役ですって感じならお獣の許可も出そうではある。プロジェクト一番最初のロゴって帝王だったよね。帝王のシルエットのわかりやすさ見るとフィギュア展開とかで真っ先に看板になるのも理解できてくる。こうして並べられると違いが一目でわかってありがたい。ゲームが出るの早くてもアプリ3周年の直前とかだからそれまでにいろんな馬娘加わってるよね。トプロのやつかっけーなー。トップロードさんだけ沈み込むようなスタイルと背中を向けてる走りで圧倒的スピード感すぎる。わざわざ赤くしてる理由なんだろ？絶対意図的なはずだが。熱血だから赤ぐらいの理由かもしれない。お獣の勝負服赤なんだね、知らなかったよ。メンコの青いイメージだった。北ちゃんのカラーリング的にロゴ色と勝負服の色は関係ないと思う。真下に真っ赤な炎が来るレイアウトだから寒色より暖色の方が違和感ないって判断はありそう。こういう外伝系は普通じゃ追加しにくいキャラ実装するにはうってつけだよな。こういう方法で障害組を出すのは素直になるほどと思ってしまった。つまりバネイ系馬の娘たちもなんかゲーム作れば出せる。まあお獣長さんじゃなかったとしても新しい馬娘なら歓迎だよ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。